どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。はい、ということで、おかげさまでなんと本日9月8日ですね、かげろうチャンネル、なんと開設から丸4年が経ちました。4周年記念日でございますので、動画を撮らせていただいております。はい、イエイ。どうもお久しぶりでございます。はい、前回の更新が約1ヶ月前、7月23日の爆竹東京ガーデンシアターのライブ感想という動画でございましてですね、それから真夏の間、毎日のライブ配信の方ですね、そちらの方に力を入れておりまして、ライブ配信はですね、それはそれでリアルタイムの楽しさもあってですね、毎日のルーチンみたいにこう来てくださる方もね、僕もルーチンになってるんでね、ワイワイこう楽しく、おしゃべりしながらですね、時間を過ごさせていただいてるんですけれども、何よりもですね、私、これでもこうバンドマンの端くれでございますのでね、バンドマンの端くれとしてはですね、毎日こう人前で演奏をさせていただける機会があるというのは、これまた本当に感謝すべきことでございます。毎日ありがとうございます。ライブ配信来てくださってる方。はい。でね、しかしながら、私のですね、発信のメインは YouTube チャンネルですから、ここをおろそかにしてしまってはちょっと本末転倒ということでございまして、いい加減更新しようと、思ってましてね。さて、久しぶりに何を話そうかと考えていましたらですね、そしたらなんとちょうど4年前の本日9月8日ですね、初めて動画をアップした日、9月8日、2019年9月8日だったんですね。マジか今日かということで、これは運命ではと、こう今日何としてもアップしなければということで、4周年ありがとうございます動画をただいま撮っているわけでございます。はい、私がですね、このチャンネル始めた4年前はですね、初期から見てくださってる方はご存知かと思いますけれども、爆竹だけに特化して情報発信しているチャンネルなんていうのはね、皆無だったわけですね。YouTube 界広しといえばですね、皆無だったわけです。でも今やですね、さまざまな方が、いろいろな方がですね、爆竹に関する情報発信だったり、いろいろね、してらっしゃって、それがまたですね、皆さんフットワークが軽く、更新もめちゃくちゃ早いということで、かけろ追いつけないというところでございまして、でもですね、これ私も爆竹の愛を叫ぶチャンネルでございますから、このかけろチャンネルね、それなりの、本気度と責任感を持ってですね、始めさせていただいて、かれこれ4年というわけでございますので、当然、SNS をはじめですね、ファンの動向をですね、気にしたりもしてるわけなんですけども、やっぱりここ2、3年でですね、新しいファンの方は確実に増えたなというふうに感じているわけでございますね。皆さんも感じてらっしゃる方はいらっしゃるかと思いますけれども、あと、例えば学生時代とか若い頃とかですね、爆竹聞いてたけれども、大人になって仕事が忙しくて、家庭が忙しくてとかね、でちょっと音楽から離れてたなんて方がですね、生活がちょっと落ち着いてですね、爆竹もう一回聞いてみようかななんて、あ、やっぱかっこいいじゃないかみたいなね、いうふうに思って、またこうカムバックみたいな方もですね、多いんじゃないかなというふうに思っております。だからこそですね、こう情報発信する方もですね、黙ってられんということで、僕をはじめですけども、いろいろな方がですね、爆竹に関してのですね、情報発信をね、事故で始めているのかななんていうふうにも感じております。ね、すごくないですか。いまだに新しいファンもついて、昔のファンもまたこう戻ってくる、振り向かせる、そんな50代後半のバンドですよ。まずいないですからね、日本には。おとといかな、ローリングストーンズの新曲がリリースされたと思うんですけども、ちょっと聞いて、かっこいいな、やっぱかっこいいな、ストーンズかっこいいなと思ってたんですけども、70代ですね、ローリングストーンズね、70代のダンディズムがですね、集まってですね、今も変わらずロックンロールしている、これはやっぱね、究極だなと思うわけですね。70代でまだですね、I can't get no satisfaction、 まだ満足できねえぜと歌ってるわけですからね、まだ満足できない、70代で。
まあ、70代でもまだステージでカッコつけてですね、オスを出してるわけです。もう最高にかっこいいなと思うわけですけども、爆竹もですね、こうやっぱマイペースで構いませんからね、こうお体は大事ですからね、マイペースで構いませんから、日本のローリングストーンズみたいになってほしいなと思ったりもします。長寿バンドとしてですね、存在してほしいなと思ったりしております。そんなこんなで、4周年、丸4周年のですね、かげろうチャンネルの運営の方はですね、継続してまいりますので、ご心配なくですね、忘れないでください。更新がないからといって忘れないでください。継続はしていきます。皆様何卒よろしくお願いします。本日で丸4年、そして5年目のですね、かげろうチャンネルにこうご期待くださいませ。ということで、爆竹のツアーファイナル、もうすぐですね、今月もうすぐ群馬で行われますけれども、そして生配信も決定しましてですね、より多くの方がですね、ツアーファイナル、イゾラツアーのファイナルをですね、目撃することができるなぁと、すごいね、群馬まで行けない方も見れちゃう、爆竹優しいなというふうに思ってましたけれども、しかしながら私はですね、爆竹ツアーファイナルのまさにその日に自分のライブがございましてですね、これまたライブ配信も見れない状態なんでございますけれども、その分自分がしっかりとロックンロールしてまいりますのでですね、もうでもこれ究極だなと思うんですけどね、爆竹と同じ時間帯にですね、自分もですね、バンドマンの端くれとしてステージに立ってロックを演奏しているなんていうこともですね、これもなかなか誰も味わったことないんじゃないですかね、爆竹ファンの方もね、こんなこともなかなかないと思いますので、これはまた幸せなことだなと思ったりします。ということで、本日はですね、かげろうチャンネル4周年、もう4周年くどいように言ってますけども、4周年、見てくださってる皆様本当にありがとうございます。ということで、最後に一つ小話をちょっとしたいと思うんですけども、過去動画でですね、八神徹さんとお花見をしたという動画があるんですけれども、結構僕気に入ってる動画なんですけどね、はい、初期の方に、撮った動画なんですけどもね、出来事自体はもう20年ぐらい前の話なんですけども、それきっかけでですね、2年前くらいですかね、私のその時のその動画にも登場する師匠を介してですね、八神徹さんと再びですね、会話、電話でですね、会話することができました。兄いるから変わるわってみたいな感じでですね、で私緊張してしまいましてですね、当然ですよね、緊張して頭が真っ白になってはいましたけれどもですね、すいません、勝手に爆竹のことをペラペラお話ししちゃってみたいなことをね、なんか言ったと思います。そしたらですね、八神徹さんはですね、やっぱり律儀な方という印象で、いえいえ、こちらこそ宣伝してもらっちゃって逆にありがとうございますみたいな風に言っていただいてですね、いやー、なんていい方なんだろうと思ってですね、でその時、まあ、あのコロナ禍だったんですけども、アブラカダブラが出るちょっと前だったんですけどもね、そのアブラカダブラの内容とかね、作品の内容、こんな作品になってるとかいうことを教えていただいたりとかですね、あとはまあ爆竹はね、結局今井ですからってね、おっしゃっておりましてですね、今井がいなかったらね、僕ら普通のバンドですからみたいなことを言ってましたけども、いやいや、そんなことないですよと、そんなことないですよとね、5人いてこそですからと私は思いましたけどもね、でまあチャンネルをですね、 YouTube チャンネルを頑張ってくださいというふうに声掛けいただきましてですね、いやー、本当ありがたい限りでございましてね、まあそしてたくさん見てもらってですね、まあ儲かったらビールでもおごってくださいよっていうふうに言っておられましたんで、これはですね、いつか八神徹さんにビールをおごりたい、これはビールをおごりたいので、皆さんかげろうチャンネルをですね、ガンガン回転させて、ガンガン視聴してください。私も頑張って更新しますので、よろしくお願いします。
ということで、5年目のかげろうチャンネルでございました。かげろうでございました。また動画でお会いしましょう。バイバイ。ロックロール。